はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、では今回はアルムの方を進めていきましょう。リゲルの森か、リゲルの森の戦い。この森はどこに通じているんだ？ああ、この先は恐れ山というドーマ教団の妖術師ヌイババの地だ。皇帝の居城リゲル城へは西のリゲル平野が本来の道のりなので、あえて行く必要もないのだが。私は進軍を提言しますよ、アルム君。ルカ、どうした？情報によると恐れ山のヌイババ、そしてリゲル平野を治めるジェローム将軍、この二人は領民たちに圧政を敷き、非常に反感を招いています。そこで侵略者である私たちが彼らを撃てば、リゲルの民を味方につけることができるかもしれませんよ。なるほど。まあ貴重な戦力を削ぐことにもなりかねません。どうしてもとは言いませんが、どうかご一行を。ああ、よく考えてみるよ。その前にこいつを倒さないといけないからな。魔女軍団、あれ他は、あ、こっちか。再造自体は魔戦士か。魔戦士は結構厄介なんだよね。騎馬兵的なのはでもいないね。ってことはナイトキラーが必要ないといえば必要ないんだよな。まあいっか。でもこれで、森とかで戦うとね、結構厄介だからな。ここの広場でできれば戦いたい気もするけど。任せてくれ。ここら辺にちょっと出しておく。あれ、いけんねし移動力がギリギリ足りないのか。で、エフィはね、サウニオン装備してるんで、これちょっと護衛につけよう、こっちの。で、こいつを前線に出すか。で、援護は、こちらに任せよう。アルム、もうこっちでいいや。お任せください。あんまりな、ルカはな、前線に出すとな。魔法系は、はい、これがあったんだ。死ぬからな。うわ、9も食らうのか。え、クリティカル12。クリティカルはマジでやばい。まずこいつを排除しよう。無理か。ルカでは攻撃ができない。アルムを向かわせよう。あ、そうか、弓とかもできるんだ。でもまあ王家の剣でいいでしょう。はい、 OK。おお、結構経験値もらえるね。でこいつ、そうか、あれなんだよね、イカズチの剣だから、こっちに攻撃をしておく。あ、結構魔法防御高くね。そろそろイカズチの剣も限界かな。射程が2あるからな、結構いいかなと思ったんだけど、左はちょっと来るまで待とう。進軍させちゃったけど、でこいつは遠距離がいける。当たってくれ。キュー、クソ、かわされたか。負ける気がしませんわ。倒せば問題ないからな。 90% 当たるね。こいつも攻撃に入りたいけど若干弱いんだよね。デューテ、エクスカリバーがないのが痛いよな。オーラはね、攻撃力は高いけど、あ、
ットポイントのね減りも激しいからな。こいつを倒したい。当たれ。よしよしよし。必殺が外れることはないよね。キラー棒も必殺の高さが半端ないからな。グレイはちょっとこのまま置いとくか。リカバーで回復させよう。ありがとうな。よし、これでこいつらはだいぶ落ち着いたかな。そう、サウニオンはね接近されると反撃できないっていう。でまたこいつらを倒さないといけないのか。こいつは森にいるね。森にいるのは本当厄介だからな。できれば魔法系でなんとかしたいんだけど、ま、とりあえずエフィで37か。これ厳しいね。3マスからいけば反撃は食らわないからな。よし、 OK。マチルダを投入するか。あー、当たらない。うーん、2回ともかわされたか。クレア、よし、来た。あとは減ってるやつを回復させよう。陣取っとくか。じゃあ、いつでも来い。アルムも前に出さないとね。マジこいつが本当厄介だな。13の13とかやばすぎだろ。でリゲル帝国魔女サンダー、アロー、いや全然違うな。でもアローもめちゃくちゃ減るからな。すごいんだけど初めて使ったけどさ、サイズを魔戦士だからな。どうするか。まあまずはちょっと安全なところから槍を投げよう。3マス。アルムの援護が入ってるのか。いや違うな、別の人か。まあいいや。我が名は才蔵。忍者みたいなやつだな。悪く思うな。悪く思うな。強くなるのは嬉しいけど複雑だわ。いやでも強くなってくれた方がいいよ。弓強いな。なんか戦意ハンターボレー高速な2連射命中プラス15。いいね。よし、これサイズを倒せるぞ。これ何、クリティカル出たってこと。申し訳ありません。デドロフ様。チーズをゲット。すごいすごい。王家の剣で倒す。受けてみろ。僕の勝ちだ。気のせいかな。1か、悲しいな。はい、いけますよ。もう大丈夫だよ、ヒットポイント20あれば。
バロンの硬さは半端ないからな。信じていたよ。グレイはもうちょっと行かずきの剣は火力が不足してるな。よし、OK。私のように完璧な勝利ですわ。アレム、どちらへ進むか決めたのか。そうだな。アレム。どうしたんだ、アレム。今、セリカの声が聞こえたような。セリカ？いやいや、この前話しただろ。であった、あの神官の少女のことか。いや。何も聞こえないが。アルム、ここに来て。アルム、やっぱりセリカの声だ。あっちか。待ちたまえ、アルム。セリカ、どこだい、セリカ。アルム、嬉しい、来てくれたのね。セリカ、なんだこれは、幻。そう、私は今ヌイババの館に捕らえられているの。なんだってヌイババに。嘘っぽい。助けてアルム、私待ってるから。ずっとずっとあなたが来てくれるのを。待ってくれセリカ。今のは本物のセリカなのか。いや、偽物だろ。この前話しただろ。本物とは。さあどうするの、運命の子。国境では捕まえ損ねたけど、今度こそ手に入れるわ。まったく、あのベルクトと来たら使えない王子様だこと。まあいいわ、もうじき全て私のものになるのだから。成功を持つ運命の子、ジュダなんかに渡すものですか。あの魂さえあれば私は不老不死も夢ではないわ。魔女でもな、ここもな、魔女軍団っぽいからな。ちょっと身支度、聖なる槍は変えよう。なんかある？特にないか。鍛えたいね。まあしょうがない。グレーだな。勇者の剣にしよう。あとは大丈夫か。ナイトキラーとかもな、別にって感じだけど、そんなに余ってるわけじゃないんだ。槍が、手槍が1本欲しいね。手槍が1本。まあとりあえず行こう。恐れ山の戦い。マップ配置どっちだ。こっちか。バロンがいる。ここは硬い系か。なんでだ。術師じゃないの。ボスだけ術師じゃん。硬い系だったらさ、イカズチの剣でもよくねえか。こいつはだって、まあ、ほぼ1とかしかないからね。こいつは7あんのか。ディフェンスも硬いね。あ、騎馬兵いるわ。ナイトキラーはちょっと装備させとこう。え、じゃあやっぱりさ、グレー、イカズチの剣でよくない？戦闘開始。っていうか、マップ配置か。右と左に分けないといけないからね。
右が厄介だな結構。ここはそうだな。あれルカどこ行った。ルカあ、いた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 。ルカに前線を任せるでしょ。でクレアはわりかし移動力高いからまあ行って大丈夫。これでいいかな。よし。まあドーマ様に逆らうなんてなんて悪い子なんでしょう。お仕置きしなくちゃね。あなたも魔女なのか。目を覚ましてください。あなたは操られているんです。無駄です。アルム君、ドーマに魂を捧げた魔女は死ぬまで正気に戻ることはありません。そんなマーラなのに女性なんだね。別にいいけど。お任せください。あとは飛行特攻がないだけを確認しよう。よし。負ける気がしませんわ。クレアを出すでしょ。こいつもこっちに出して、エフィもちょっと、ね、っていうかさ、これまず右を全員で相手しようか。その方がいいな。分散させるよりは一点突破で勝たしていった方がいいと思うんだよね。任せてくれ。その間に上のやつらが進軍してくると。うわーマジか。これ魔女召喚か。これは相当タフな戦いになりそうだ。まずこのパラディンを倒そう。クリア。ナイトキラー超強い。やりましたね。あの弓兵やはり倒したいな。よし。攻撃を食らうっちゃ食らうけど、 OKOKOK 大丈夫だね。キラボクリティカルが出てくれれば。よーし、ってことはやっぱマチルダ上に進軍させるか。こいつらはまずいよな。でもワープしてくんだよね魔女って。結局どうすっかな。まあここはね魔法防御高いけど、こういう布陣でいくか。なんかすっげえ危ねえんだけど。完全に弾いてるね。機関っていう。うわ来た。いやこれでルカを狙われるのはねほんとやばいわ。11か。いやこのさワープ戦法ずるいよほんとに。他のやつらはあー危ね危ね危ね。じゃあここはもうあれだな、騎馬兵はいないから。よし。おいおい俺の見せ場も残しとけよ。回復させにちょっと戻ろう。届かないもんね。だって届く届かない。さすがにこれはまずい。弓 100% いける。なかなかやるだろ。こっちの弓兵、いや弓兵とかよりさ
攻撃力を高い方を攻撃した方が良さそうだな。で、投げると。硬い、マジ硬い。ああ、まあさすがに。どうする、突っ込ませるか。この2体はな、倒しておきたいよな。よし、目障りだ、甘い。すごいじゃないか。これでいこう。大丈夫なはず。1だよね。狙われた。弓偉大。でも防御力は上がっている。こいつも大丈夫。王家の剣も鍛えた方が良さそうだな。いや、マジで硬いわこいつら。そうするとやっぱり雷の剣って強いよな。来たー、こっちに来るんか。クレアだったらまだ大丈夫か。5、よしよしよし。また絶対召喚してくるよ。これ危険すぎる。何なんだ。よし、回復してくれた。これはちょっとこい、無理だよ。バロンとか相手にできねえよ。お任せください。ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえず当たってくれ、倒せろ。よしよしよし。もうこっちほっといてもよかったな。上を先に叩いてから、まあ、99% なら全然いいでしょう。これでも食らえ。俺だってできるんだよ。負けていられませんわね。で、ここよし、ナイスだ。クリティカル率高いやつってほんと使える。でこいつも倒せるよな。よし、ここはもう安全だな。回復させたいけど、そうすると射程内に入るのか。ちょっとここに置いとこう。でファイヤーで倒す。遊んでくれてありがとう。でこいつも弓兵を先に倒す。私に勝てると思ったか。アルムがね、なんかめちゃ強いっていう感じじゃないからな。いや、左から攻めよう。あ、そっか。弓が使えるんだ。これが僕の力だ。何気に役立った。来た。ほんと、これ誰、ルカかよ。こいつは本当にまずいんだよ。クリティカル出なかったか。もうこいつは左に向かせよ。左っていうか上の方に。飛んでる部隊はもうこっちに。
援護に行こう。いけるね。全然減らないわ。まあ一応与えるだけ与えとくか。レイピア、あレイピアこっちないんだ向こうだった。でこいつは弓、こっからもいける。あいけるわ。へっきしょい。でこいつはこいつに任せよう。強い男っていいだろう。やっぱりグレイかセーバーかって言ったらセーバーの方がなんか強い感じがするな。でルカはいきなりワープされてね、食らう可能性があるからヒットポイントは高めに保っておこう。こいつもなんかいきなり食らっても嫌だかんな。ここら辺に置いとこう。来た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 。マチルダはまだ大丈夫。3、よし、いいね。ちょっと食らうけど反撃ができる。ビニョーンってなって、ビニョーンって伸びてんだけど。回復したいアルム、いいね弓使えるわ。来た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 。これ大丈夫。151、くっそー、ほんと厄介だわ。アルムを回復させたいからクリフはリカバチを。でナイトキラーじゃあ意味ないんだ。バロンはあれか、オーラでなんとかできる。倒せるな。死ぬ可能性があるな。回復はできない。まずはここ。でマチルダを特攻するか。18、それなりに減るな。こっちもクリティカルよ。出ろーってない。これでファイヤーがいけんじゃないか。よし、早く上級職に上がりたいもんだ。よし、ディフェンスが上がったのはでかいな。信じていたよ。ちょっとここら辺きついね。ルカとグレイはもうこれ戦場には間に合わなそうだな。アルムの近くに行って食事をしよう。オレンジ、よしよしよし。こいつも食事をしよう。まあ、カリフトパン使っちゃおうか。こんなものですね。オッケーオッケーオッケー、いいね。誰、しかしアルムであれば倒せる。強くなったのを実感するな。ようやくちょっと落ち着いてきたか。まあ弓は弓で、あこれさ、こっからいけんじゃん。倒そうと思えば倒せる。68か。アルムとかを近くに入れた方が支援効果ってどうなってんだっけ。あこいつだけか。必中的なもの、戦技ハンターボレー、よしこれでいこう。寝るのはお前だ。
いや強いマジでロビン。あら、どうして言うことを聞かないの？困った子ね。ソーマ、あ、そうか、ソーマとかあったね、なんかあっちでも手に入れたよね。そうするととりあえずエフィで、うわ全然あれだけど、ただクリティカルが出ないか。バロンマジで硬い。裏から行くか。20、あ、死ぬことはないね。クリティカルも出るわけじゃないし、逆にこっちがクリティカル。ロビンとか完璧な勝利ですわ。エフィもね、あのなんだっけ、サウニオン装備させてからだいぶ活躍するようになったからな。よし、恐山の祠か。数多くの宝が眠っていると言われている。生きてーまあじゃあ今回はこれくらいにして、ちょっとねまたアルムの方を進めていきたいと思いますので、次回はこの恐山の祠の方に入っていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。